ここってお前の家か？ああ、オイラたちを家に招待してくれるなんて、イヒヒ。どうしたんだよ、急にそんなに親切になっちゃって。帰ってきたか。ちょうどこの絵の描け方について意見を。って、ちょっと、誰だよその人たち。そう驚くな。見るからに客人だろ。あなたたちは、まさか、巨霊院の人間ではないだろうね。オイラ、どっかでお前のことを見かけたような。あの時の。どうして僕を知っているんだ。まずいぞ、ここに住んでいることがみんなにバレたんじゃ。どうした、今になってようやく恥の自覚が芽生えてきたか。お前らルームメイトじゃなかったのか。それはそうなんだが、頼む、誰にも絶対に言わないでくれ。決して誰にもだ。確かハイブマインドと潜在意識についての本がいくつかあったな。持ってくるから、君たちは雑談でもしていてくれ。おい、本当に言ってしまうのか。何考えてるんだ。おい、アルハイゼン。すまない。失礼を承知で聞くが、その、あなたたちはもしかして友達のふりをするようアルハイゼンに雇われた役者なのか。ん？何が何だって？違うのか。あいつが友達を家に招いたことなんて今の今まで一度もなかったんだ。驚くのも無理ないだろう。あいつの気難しさはあなたたちもよく知っているはずだ。でもお前はあいつの友達じゃない。別に友達というわけじゃない、はあ、昔は友達だった。今はもう違う。まあ気にするな。僕はカーベ。もう少しまともな状況で知り合えていたらよかったんだが、とにかく僕がここに住んでいることは内緒にしておいてくれ。なんだか随分な事情があるみたいだな。口止め料をくれたら考えてやってもいいぞ。ああ、やはりあなたたちは正真正銘あいつの友達だな。今のでよくわかった。なんだよ、いたって普通の反応だろ。散々自分で弱みをさらけ出しといて。だからといって何もあいつみたいに僕をいじることないだろ。どうやら気が合うようだな。君たちの騒音がリビング全体に響き渡っていた。自分の友達は自分でもてなしてくれ。本はここに置いておこう。頭の中がゴロゴロしてきたぜ。すっごく複雑で難しいぞ。やっぱり聞いてみよう。まずお前はどうやってハイブマインドの弱点に気づいたんだ。実は1年前、シラージの論文が大賢者まで届いた時、俺はそれとなく意見を求められた。その時俺は棄却するべき理由を2つ挙げていたんだ。1つ目の理由は、以前にも言ったように彼の研究が人類の進化にまつわることに関与していて、キョレインはそうした研究を禁じているということ。二つ目の理由は、彼の極端な研究の方向性に比べて方法があまりにも保守的だと感じたことだ。あれで保守的なのか。あんなにでっかい実験室まで作ってたくさんの人を集めて、そんでもってお前をやっつけようとしてたんだぞ。ハイブマインドを安定させる方法が一つだけある。
被験者の人間性を完全に抹消することだ。思考をマスターマインドに集中させ、群れにおける他の被験者を道具とみなす。それこそハイブマインドにおける最適解だ。そんなの危険すぎるぞ。お前本気でそう思ってるわけじゃないよな。俺はただ事実を述べているだけだ。もし仮にシラージがそうしていたところで、俺は今と変わらずくだらないと思っていただろうが、いかなる種族の進化も一夜にして遂げることは不可能だ。人間性を完全に失ってしまえば、それを人間と呼ぶことはできなくなる。これこそ教令院が人類の進化にまつわることについて研究を禁じている理由だ。そうした研究のほとんどが最終的には進化に背く方へと向かってゆくからな。そうなのか。君の口からそんな言葉が出るなんてな。人間性を失ったら人間じゃなくなるっていうのなら、君は10年後には別の種族になっているんじゃないか。なら君はどうなんだ。キノコンにでも退化しているんじゃないか。そうだとしても僕は情も義もあるキノコンになるぞ。悪いな、別に聞き耳を立ててたわけじゃないんだが、君たち一体何があったんだ。トラブルにでも巻き込まれたのか。そうとも言えるな。変な学者に出会って集団を引き連れてオイラたちを狙ってきて。狙われたって。大丈夫だったのかい。そうだったのか。人生にはトラブルがつきものだな。こんなことなら今日は外出なんかしなければよかったと思わないか。そうしておけば厄介ごとに会うこともなかった。そうだろ。うちで大掃除の手伝いでもした方がマシだったな。あそこにある本を見てくれ。ずいぶんと長いことあのままなんだぞ。まったく、普段読まない本は外に山積みにするなってんだ。君は場を気まずくしていることに気づいた方がいい。まさか自分が口達者だなどとは思っていないだろうな。おい、どの口が言ってるんだ。それで結局のところ、その君は大丈夫だったのか。悪くはない。少なくとも君がいじくり回しているあの家系に比べればよほどマシだ。君ってやつは本当に何も分かってないな。僕の装飾のセンスに口を出さないでくれ。こいつらどっちがおかしいのかもうよく分かんなくなってきたぞ。さっさと話を終わらせて帰ろうぜ。こそこそ話をするなら声の大きさに気をつけるべきだ。ぐいまだ他に問題でも。あ、そうだ、学者たちがお前に謝りたいって言ってたんだ。どうか許してほしいって。俺は彼らを責めてはいない。より正確に言えば、彼らの俺に対する態度についても全く気にしていない。ある意味では彼らもシラージに騙されていたんだ。マハマトラによる審判でもその点は考慮されるだろう。それからイリアスなんだけど、あいつはガンダルバー村にいた時、真実をオイラたちに伝えるか迷ったらしいんだ。でも結局勇気がなくて言えなかったんだって。あいつもお前に謝ってたぞ。どうでもいい。花から彼に真実を吐露してもらおうなどとは思っていなかった。経歴からして彼は普通の人間よりも勇敢だった。そのようなものを過度に責める必要はないだろう。そういうことはかえって自分の弱さを証明するだけだ。俺はこれから夕食に行く。あと10分だけ時間をあげよう。最後の質問をするといい。おいらはもう何もないぞ。お前は？おお、確かにすごく気になるな。教練院にいた時、お前は興味があって
マハマトラと一緒に調査してるって言ってたよな。でもシラージに会った時、お前はあいつと実験どっちにもそこまで興味がないように見えたんだけど。俺は彼個人には全く興味がない。だがあれだけ多くの者が自らの意思で彼のハイブマインドを構成していたことについて興味を持っていただけだ。今はその理由もすでに判明している。ああ、賢者が失脚しアーカー社装置が止められた。これらのことは教令院の雰囲気に影響を及ぼした。シラージの実験は許可を得たものではなかったにもかかわらず、あれだけ多くの人間を集めていた。これは近頃の研究プロジェクトがいかにその数を減らしているかを物語っている。代理賢者としてこれに対応する方法を考えるつもりだ。それからイリアスの件も気にかけておく必要がある。学術的氷説の告発は正しいことだ。あのような結果になるのは間違っている。なるほど。なんだかんだアルハイゼンも真面目に仕事してるみたいだな。最低限真面目に仕事をしていると言った方が正しいだろう。辞表の審査が降りるまでこれら面倒ごとの処理に尽力するよ。待てよ、辞表？すでに教令院には辞表を出したんだ。じきに代理賢者の身分を離れ書記官として仕事を続けられるようになるだろう。この件はシラージも知らないはずだ。彼は少し運が悪かった。あと数日辛抱していれば何もせずとも俺は自ら辞任していたんだからな。そうなれば彼が何をしようと俺の知ったことじゃない。だがたとえ俺がいなくとも、あの不安定なモデルではどのみち崩壊は避けられなかったはずだ。結果はそれほど変わらなかっただろう。でもどうして辞めちゃうんだよ。俺は賢者には向いてないし、やりたいとも思わない。教令院もすでに規則に従って各学派から新たな賢者を選び始めている。だがその過程はとても長く、時間がかかるんだ。代理賢者を長く務めるだけ、正式なものに推挙される可能性が高まってしまう。それは困るんだ。俺は人生をそんなことに費やしたくはない。明確であることはとても大切だ。さて、そろそろ時間だ。君たちも夕食を食べに行くといい。そういえばオイラも腹が減ってきたぜ。じゃあまたな。オイラたちも美味しいもんを食べに行くぜ。ああ、またな。近頃はごちゃごちゃし